油澄ましとは、熊本県に伝わる日本の妖怪の一種。書出となる、昭和初期の郷土史や、浜田隆一の著書、天草島民族史には、油澄ましの名称で記載されている。それによれば、熊本の天草郡洲本村あざ河内と下浦村とを結ぶ草住越という峠道を、老婆が孫を連れて通りながら、ここには昔、油が目下げたんでよらいた。 主祖と孫に話していると、今もう出るぞと言いながら油澄ましが現れたという。このトンゲは、熊本県甘草郡有明町による調査の結果、有明町と甘草郡洲本町をつなぐ草、腰峠だと判明しているが、それ以外には伝承が少なく謎の妖怪である。民族学者、柳田国夫の著書、妖怪談義の油澄ましの項では、前述の 天草島民族史を引用して、名の怪物と記述しているが、この怪物が何者で、どのような外観なのかは一切記述されていない。妖怪談義には、名の怪物と記述しているのに対し、原点、天草島民族誌では、幽兵を下げた怪物が出たではなく、油がめ下げたんでよらいたすなわち、湯平を下げたのが出たとのみ述べられていること、また、妖怪談義の 油澄ましは、鶴瓶落とし、夜間鶴、下がりといった頭上から、物が落ちてくる怪異と並べて紹介されていることから、妖怪研究家、京極夏彦は、油澄ましとは、人の姿をした妖怪ではなく、鶴瓶落としなどと同様に油メが、頭上から下がってくる怪異の可能性があると指摘し、調査したものの確証には至っていない。熊本ではこの油澄ましと同様、 妖怪の噂話をするとその妖怪が現れるといった異感が他にも伝えられている。油ブましと同じく、天草島民族史によれば、天草郡一町田村増田で、嘘峠という場所を通りかかった二人連れが、昔ここに地のついた人間の手が落ちてきたそうだと話すと、今もと声がして、その通りの手が坂から転がり落ち、二人が逃げ切った後に、ここでは、 生首が落ちてきたそうだと話すと、また、今ああ、も、と声がして、生首が転がり落ちてきたという。また、下町式群豊の村下郷小畑では、今にも、坂という場所で、大乳道が現れるというが、その話をしながら坂を通ると、今にも、と声がして、大乳道が現れたという。水木しげるロードに設置されている油澄ましの、 ブロンズ像昭和以降の妖怪関連の書籍では、しばしば、油澄ましが以下のように解説されている。全身に美濃を羽織った、澄ました顔の妖怪。油の入った瓶を持ち、峠に突如出現して通行人を驚かせる。正体は油を盗んだ罪人の亡霊。美濃を羽織った姿とされるのは、漫画、ゲゲゲの鬼太郎に登場する、美濃を羽織った地蔵のような姿の油すましや、 大英映画の妖怪シリーズ、妖怪百物語、妖怪大戦争に登場する油澄ましが、その後の各種媒体に影響を与えたためと見られており、映画、昨夜、妖怪伝で、大英映画の油澄ましのオマージュとして登場した妖怪、化け地蔵も、このデザインを踏襲している。これらのオリジナルは、北郎の作者である、妖怪漫画家、水木しげるの妖怪画だが、 これは伝承とは無関係に描かれた創作であり、本来の天草の伝承像とは大きく異なるものと考えられている。雑誌、海での京国奨励賞を受賞した評論によれば、文楽に用いられる、蟹首という名称の人形の頭がこの妖怪画のモチーフと指摘されており、妖怪研究家、京国夏彦も辞書においてこの説を支持している。書籍によっては、 スマッシュ顔であることがスマッシュの名の由来とされているが、前日の妖怪談義ではスマッシュの名の由来は不明とされる。また、児童向けの書籍では頭が良い、天才的と解説されていることもあるが、これは前日の映画妖怪大戦争で油スマッシュが三謀角として位置づけられていたことが由来と解釈されている。2004年には、相本町河内地区で、 油澄ましドンと呼ばれる石像の一部が発見された。これは、須本町中の門、滑り道という場所に安置されていたものが、町道拡張工事で山中の私有地に移転されたもので、首のない石像が両手を合わせた姿をしている。土地の伝承者によれば、かつては子供がこの滑り道で遊んでいると、油澄ましドンが出ると言って恐れたという。地元では、 天草島民族史とは異なり、油澄ましの名で発音されているが、油を絞ることを現地では、油を住めると表現したらしく、油絞りの職人が祀られて、神になった者が、時を経て妖怪に変じたとの説もある。ありがとうございます。